はい、こんにちは、スレトルトと申します。今回は海外の子供向けゲームの、ドクター系のゲーム、お医者さん系のゲームを、何個かまとめていっぱいやっていきたいと思います。もう、医者というか、もう死の寸前だろうね、この耳の中。やっていきましょう。まずはファンファードクター。これでいいのかな？さあ、耳の中をやっていきましょうか。これ右耳、左耳ってことかな？交互に見んのか？左こっち。ちょっと、ははは。もう声だめにさ、突っ込んだ後じゃん、これ。おい！あ、やばい。クレイジーハンド。めっちゃ怒られてんじゃん。え、これ入ってないの？はい、あー、これいい。あー、なるほど。はい、いいよ！はい！で、次は？このなんか、このピアスが錆びたみたいなやつ。うわー、取った。これもピアス錆びたやつ取る。音鳴らしてなかった。ピアス取る。うわ、なんか液体が。これは？これいいの？これ。あ、いい。汚れを取ってあげるんだな。はいはい、汚れを取ってあげる。オッケー。これ何？このま、何？あー、なるほど。こうやって縫うんだな。はい。やっぱピアスなんて開けるもんじゃないですね。危ないです。おい。あ、こう縫るんだ。結構雑な縫い方だね。なにこれ、バンドエイド。かわいいバンドエイドあんの。かわいいバンドエイド貼ったな。本当にそういうカラフルなバンドエイドでいいのかい。なにこれ。え、なにこれ。あ、わー、綺麗に治ったな。めちゃめちゃ名医さんじゃん。これ耳広げるやつなのか。え、なにこれ。中やばー。ちょっとん、あ、これ捨てんのか。このなんか耳クソ的なのを捨てる。矢印出たところを取っていくのか。やばいやばい。細菌がやばい。細菌のカツがやばい。細菌をさ、なんか、この、取るなんか、バケツのなんか柄もやばいし。多いなぁ。この女の子もう、なんかね、もう全然そういう耳掃除とか、生まれてこの方したことなかったんだろうね。なにこれ。あー、削っていくの？この、白い。汚ねえな、これ。なんだろう、これ。耳垢かな、これ。蜘蛛の巣が張ってるもんね、これ。先にこのウイルスたちを除菌した方がいいんじゃないの？おい、とりあえず今削っていきますんでね。ま、なんか削っちゃいけないとこ削ってるか。おう、おら、もうちょっと、早くなったんだけど。早い、早い。おら、おら、死ね。ここで潰しちゃもう菌の何かが残っちゃうんじゃないの？おいおい、耳の外の、掃除終わったら耳の中だ。え、何？奥に行くの？あ、水で洗浄ね。で、これは？あー、この水を吸い取る。うえー！お綺麗になりましたわ。あ、これ終わったから次はこっちの右の耳ってこと？ちょっと、えぐいな。なんかえぐいな、この、このタトゥーが。何これ？何これ？何をすんのこれ？このピンク色でいいんじゃない？ピンクで行きましょう、ピンクで。あ、いろいろあるね。何？次は飾ってあげんの俺。次は、綺麗に着飾るやつ。なるほどな。ちょっと全部、やっぱ女の子は全部ピンクがいいかもしれないですね。あ、この中から1個か。じゃあ、あー、これが可愛いね。これは？あー、そんないっぱいやる必要あるかな。ここはこれで、下の耳たぶのところを、この鈴にしてあげよう。これは何？いらねえな。もうすべてさっきの無に返したな。これは？あ、音ね。はい。これは褒められるんじゃない？ワオーって書いてあるもんな。あー、ちゃんと直して綺麗にするっていうゲームだったんだね。はい、次はリップケアという、ものすごく気持ち悪いですが、リップケアというゲームですね。今度は唇の病気を治すのかな？あ、やっぱ海外の子供向けゲーム、これ本当に子供向けなのかちょっと怪しいけど、直して着飾るってところまでこうお医者さんの中でセットになってんだね。うわー、怖い怖い怖い。ん？何？何？ここに何で書くの？これ書いてどうすんの？おい、次は？これを？開けて、あ、これね。ここで、液を吸い取って、麻酔か、これ。麻酔っぽいな。ういっと。細かいね、それにしても。一回一回。この子のさ、目隠してあげようよ。めちゃめちゃ恐怖だと思うけど。
目隠してあげていいと思うけど。あ、今から寝るか？何これ。おい。あ、寝た寝た寝た。麻酔が効いてきてんのかな？口のとこのさ。はい。あ、目覚ましたな。これを？あ、これ吸い取るんすか？気持ち悪い。気持ち悪いよ。うわ、こんな綺麗に。こんな綺麗にこの汚れ取れます？何の病気だよ、これ、そもそも。あ、これ戻して、吸い取って、戻して、いや、でも名医だな。何の傷跡も残さず、美しい。ね。で、この腫れ、これ腫れてんだよね、この唇。なんか、スラムダンクのマネージャーみたいに唇がかなりふくよかというわけではなく、これはもう唇すげえ腫れてんだよね、きっと。よし、取ったぞ。何これ。拭いてあげんの？何これ。ん？どういうこと？これ何これ。何をするのかよくわからないんだが。この左のゲージ、あ、汗ね。汗かいてたのね。次はここですか？怖いよー。怖いよ。わー！やっちゃうのか、お前。はー！怖い。こういうのマジでザワッとする人。何これ。あ、これ、ふきふきふき。血を拭ってあげてんのかな？すげえ。これ何これ。怪しいお薬。医療用とはとても思えないような。ペタペタしてます。あ、でもちょっと腫れが引いてる。ちょっと時間大きいの？おわー！美しくなったねー。なるほどなるほど。じゃあ次はドレスしてあげよう。え、髪までやんの？髪は俺の担当じゃなくない？そもそも、これ、着飾る自体が俺の担当ではないと思うが、ここも俺の担当なんですね。何がいいかなー、あ、ちょっと髪の色とか、これいいんじゃない？これ何これ？あ、カラコン。カラコンも俺がやるの？もう別に何色でもいいよ。あ、いいね、この。で、メイクは、あー、ちょっとこれは、なんか、全然メイクの才能が俺な。あー、これぐらいがいい。これぐらい。これですよ、やっぱ唇。せっかく唇直したんで。あー、これいいね、これ。服とかはないのかこれ。あるあるある。服とか何でもいいけど。何でもいいけど。一番ちょっと、なんていうの。どれもダサいな。あ、いい。いいですね。一番セクシーなやつにしたいって気持ちがあるんだけど、はい。これは、あ、いいね。やっぱ首元はちょっと寂しいから、こういう時って何でもつけれるだけつけちゃうよね、気持ち。これ何？あー、靴か。この靴に合うのは、やっぱこうピンクのやつ。あー、いいですね、これは。足が長く見えますね、これ。多分だけど、なんか辛口チェックとかしたら俺ボロクソに言われんだろうな。サンキューてかもう、服を着るまでは、ちょっと自分でやった方がいいと思います。はい、このかわいそうな女の子も、直していくか、メイレトルトが。傷一つなく、ね、後遺症ゼロでね、しかも着飾るところまで、あなたのビューティーを、私が、ちゃんとお届けいたしますので、保証いたしますので。まずは、これで、何これ？何の汚れこれ。何の汚れこれ。これ何なのこれ。あ、トゲが刺さってんのか。何があったのこの子。クリームを塗ると。なんだろうこれ、麻酔クリームかなんかなの？うい。結構ベタっと塗るね。このクリーム何？あ、綿棒で？あ、綿棒でこう、鳴らすのね。鳴らして、鳴らして。お、綺麗になってきてるぞ、これ。何これ。エッセンシャル？何これ？化粧水ですか？化粧水。やっぱ保湿剤ですかね？乾燥の時期は。保湿して、時間を置くとどうなる？こんな怪我してんのに、この女の人、えらい堂々としてるな。ちょっとめっちゃ治ったな。何これ？なんかシュッとやって、なんか、すげえ取れていくんだけど、このニキビ的な何かが。すげえ綺麗になるんじゃん。おい、おい。ん？あ、こうやってくるくるすんの？何塗ってんのこれ、スティックのり？これ。何ですかこれ。これは？何？何これ？
ヤスリ？ヤスリでなんかあれなの？ヤスリで削り取ってんの？こんな簡単に治んねえよ、ニキビ。思春期の少年少女が怒ってくるよ。あ、これは絆創膏なのね。うん、ここだけはちょっとなんか大雑把にやるんだね。終わっちゃったじゃん。時間終わった。もう、すげえ。か、え、なに？え、なになに？え、もう治ったんじゃないの？もう明らかに治ってますけど。普通の人よりも美しい肌してますけど。何急に、何ここ注射打ったの？眠らせて何か悪いかがしいことしようとしてんのこれ。ここ怪我してたの？何これ？ここ怪我してたの？知らないそれ。そのなんか、その最後のやつ何これ？どうせ着飾るんでしょ？どうせ着飾るんでしょ？ドレスアップをいるかな？ドレスアップ、うわぁすげえ！と、ま、もう、お姫様なんだろうな。とんでもないお姫様の、なんか一瞬、この、なんかな、着替える一瞬裸にならない？ちょっとみんなも1D停止ですごいいいシーンを見た方がいいと思うよ。一瞬なんか裸になる感じするんですよね。もうさ、もうなんかね、治療するとこすごい真剣にする、しようって思うんだけど、ここら辺割とどうでもいい感じがする。持たせてあげよう。あれだからね、この、カバンも含めての全身コーデですからね、女の人は。あ、やっぱこれはでも色合わせた方がいいね。はい、これで OK。はい、いってらっしゃい。あー、美しい。すべて直してあげました。うわー！はい、ということで今回はお医者さんのゲーム、3つやってみました。海外の子供向けゲームはすごいですね。多分これ子供向けゲームだとは思うんだけど、海外の子供たちはちょっと心が強いですね。こんな。間違いなくグロだと思うんですけども、いやー、この子供の時からこういうの慣れてると、本当にお医者さんになった時にね、しっかり、なんかお医者さんとかが、本当にお医者さんとかになりたい子が、こういうので体勢がつけば、なんかね、血怖いとかならないのかもしれないですね。目いっぱいよく言いました。はい、ご視聴ありがとうございました。いろんなケアシリーズでした。レトルトさーん。